仲良し連載中、ヒロプリ漫画を語ろう、反応集。漫画アプリ、パルシー、にて漫画版ヒロプリ第1話、無料公開中です。注意、この動画には漫画版ヒロプリ第4話までのネタバレがある程度含まれております。ご承知の上でご視聴ください。とつくりとまほくりの双子先生の描いた漫画版って、アニメで描かれる以上にめっちゃゆりゆりしい印象なんですよね。ただでさえアニメでめっちゃ濃厚にゆりゆりしてるヒロプリの空増しが双子先生によって描かれたらきっと我々の想像を超えてくるに違いない。あ、重い。もう無視感情が重い。漫画版でしか得られない広がリズムがありやすでここにゃ。双子先生の空ちゃんとてもかっこよい。アニメよりも生身の身体能力見せつけてない。あれすごすぎでしょ。やっぱこの私のヒーローだよ。にはなんとも言えないやんずれ感ありますね。この流れだとエルちゃんにまで嫉妬して。はさすがになさそうだけどそこで、私の、はやっぱ懸念案件。漫画版でもソラちゃんいいキャラだわ。ソラちゃん犬説より前にエルちゃんが犬とかしてた。マジでなんでそんなことに。風船。ヨヨさん50年前普通に恋人ができてついたとかそういう感じあるか。素敵だね。漫画版マシロン、カバトンはあいつ呼ばわり。アニメより当たりきつくて草。残党。ソラちゃんの勉強法、1日5文字ずつ。ひらがななら1行ずついける。マシロさんは何になりたいんですか?のくだりのマシロンホラーに見えるわ。せめて、ソラちゃんのお嫁さん、かな。そういや夢なかったなマシロン。圧縮種。なるほど。あっぷん。尺に対して詰め込みすぎでソードマスターヤマトミがある。BBA だけどヒロプリのためだけに40年ぶりに仲良し、買うか悩んでる。おっさんも買ってるから平気平気。ワイが仲良しを36年ぶりに買ったのはヒロプリのせい。プリズムの理由付け。漫画版ヒロプリ楽しみすぎて毎月仲良し買いたくなってきた。仲良し5月号掲載予定、広がるスカイ、プリキュア、第3話完成データ納品しました。アニメよりは9話までを駆け足でギブッと9ページに凝縮。プリズム初変身、ソラちゃん触手。は置いといて。おばさん初登場プラス合体技界プラス学校プラスキュアウィング初変身までか、詰めすぎ。二人は仲良し。スノーナケアシージュンドワ。オーカーエー。アゲハさんと翼くんの登場を、1話でまとめる構成力がすごい。ヒロプリ目当てで仲良しさん買った人、ピッチも読んでほしい。オールドファンですらさっぱり意味不明で楽しいから。漫画版ね巻きマシロンのおさげ破壊力強ない。早朝の空翼、弟力強い。夢を持つ者同士、にすごい圧を感じた、マシロンへ。こっちでは運動着なのね。マシロンは下調べの鬼。YNY。ケコイアプリメゼロサンベアゼゼイ。プレイ。実質 DM プリキュアコラボ。そら、どんよりな。ナンデズナパワバド。一瞬漫画版までドンブラジクルに飲み込まれてしまったのかと。DV に夢送るか。実際1年間年頃の女子が住む家に隠れ居候、ほぼ同い年の別姓、はやばい。完全に姉気分。こいつら勉強も運動も意欲的すぎてて女子さんついていけてるか。プリキュアって歴代でもレギュラー全員がスペック高いはちらほらあるけどヒロプリも感じるなアゲハさん次第かも。金属バットとか最強云々言ってた人がスペック低い可能性。妙だな。マリナンズマンメイゼロセン。お揃いジャージ帯同これが初めてでは。翼が真白のいる家に紹介なくいたことを真白が気にしているシーンがちゃんとあるな。本編もフォローなり批判なり入れたりしたら。尺か。東映、下手したらプリキュアは漫画版でかなり保管する気では。Y は保管のいくつかを見て確信したわ。1話につき30円課金します。最新話とかは30円かかるけど第1話と最新より1つ前の回は実質無料チケットだからパルシー強いわこれ、大魔。コラセイグウェレッグダウドゥアベリベラカノビリベラカノヘンラエン。広がるスカイプリキュア、毎週日曜日朝8時30分より大好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。